皆さんこんにちは。なんと2023年に週刊誌が報じたビッグカップルが実は破局しているのではないかというニュースが今回ネットで飛び交っています。そのカップルというのは女優有村架純さんとキング&プリンス高橋海人さんです。すでに同棲しているという話まであった2人、なぜ今回破局説が飛び交っているのか、そして2人の馴れ初めなどを紹介していきます。ぜひ最後までご視聴お願いいたします。昨年末に女性セブンに女優有村架純さんと3年交際が報じられたキング&プリンスの高橋海人さん、たびたび交際の匂わせで炎上していた高橋海人さんですが、今度はインスタグラムで破局を匂わせかとファンらの間で話題になっています。2人は20年10月期に放送された連続ドラマ「姉ちゃんの恋人」で共演したことがきっかけで、撮影終了後に急接近したと言われています。お互い多忙な身なのでなかなか会えないため、現在は同棲していると報じられました。これまでの交際におわせは22年7月有村が桜井有吉座夜会にゲスト出演した際、ネットショッピングで買ったという業務用のガリを披露し、自宅でお酒を飲む時などにつまんでいるほか、料理にも使っていると話しました。そして昨年3月11日のキング&プリンスルでは、高橋海人さんがめっちゃガリが好きで毎日食べていると発言。この他にもテレビ番組で昨日サムギョプサルを食べたというと、他の出演者にどこで食べたと突っ込まれ、実家というか住んでるハウスとテンパってしどろもどろになるなどしたため、有村架純と食べたのか、一人でサムギョプサル食べないなどと SNS で話題になりました。そんな中、ファンを騒然とさせたのが1月末の高橋海人さんのインスタグラムのストーリーズの投稿。高橋海人さん本人によく似たキャラのイラストが不機嫌そうな顔で描かれており、かぶっている帽子にはエンドと書かれていました。スプレー缶を持つ手はそのエンドの前にあり、いかにもその部分を書きましたと強調するかのようだったそうです。破局したのか、エンドは意味深、何が終わったの、最高の匂わせなどと SNS でファンがざわついたのです。キンプリは平野翔らメンバー3人が 2B に移籍し新グループを結成した。高橋は永瀬廉と2人でキンプリを継続していて正念場となっています。そんな大事な時期に高橋の熱愛報道がスクープされ、近いうちに結婚などすればファンはさらに減るでしょう。そして以前より有村架純さんの誕生日である2月13日に結婚報道が出るのではないかと言われていましたが、その発表は影すら匂わせませんでした。有村をめぐっては昨年12月19日発売の女性セブンが高橋との真剣交際を報じ、激震が走りました。20年10月期の主演連ドラ姉ちゃんの恋人で共演し、直後から恋仲になったとされ、約3年の交際、双方の事務所は否定していないことから熱愛は確定的で、それどころか結婚秒読みとの見方が強まっていました。しかしここに来て急転、破局説が飛び交い始めたのですと芸能記者は語ります。有村架純さんは2月13日に31歳の誕生日を迎えました。また9日には30歳記念写真集「SO」を発売。18年には一部メディアのインタビューで、結婚について理想の年齢は30歳くらいと述べていたこともあり、バースデー直前に電撃的な結婚発表があるとみて備えるメディアも多かったようです。しかし全く動きはありませんでした。さらに2月6日発売の「女性自身」が、結婚申し有村架純に高橋海人まだ無理との見出しで、有村が結婚に突き進みたい意向である一方、高橋が逃げ腰気味だという趣旨の話を報じています。確かに高橋は昨年キング&プリンスが2人体制になったため、ファンを大切にしたい思いが強い。しかも有村より7歳下で遊びたい時期でもある。有村は早く身を固めたい、その温度差が広がっているとの話も出ています。
高橋が1月末にインスタグラムのストーリーズでエンドと書かれた帽子をかぶっていたことから破局に追わせ説も出ました。有村架純さんは13年8月高橋海人さんと同じ旧ジャニーズ事務所のヘイ、セイ、ジャンプのメンバーだった岡本圭人さんとのキス写真が流出し熱愛が発覚、謝罪に追い込まれ、それ以来女優業に専念していました。しかし高橋海人さんの存在が発覚したことから今回の破局説浮上を受け芸能界では怪しい動きが起き始めているといいます。有村が高橋と別れる可能性を視野に入れ複数のイケメン俳優が有村への接近を図り群がり始めているというのです。次の彼氏候補に名乗りを上げている形で悩む有村を狙って食事に誘うなどアプローチしている男性が複数いるといいます。2月現在有村架純さんは坂口健太郎さんとダブル主演する年内配信のネットフリックスドラマさよならの続きくらいしか大きな仕事が発表されていません。結婚も含め私生活を充実させる時期に当てようと考えていたのでしょう。しかし急に高橋との関係に暗雲が立ち込めてきたことから場合によっては暴走に転じる可能性も十分ありますよと週刊実話が報じました。そんな事務所公認の交際をしていた2人、女優とアイドル、一体どのような経由でお付き合いに至ったのでしょうか。2人の馴れ初めは2020年に放送されたドラマ姉ちゃんの恋人です。このドラマで兄弟役を演じたことがきっかけで2人は急接近したと言われています。礼儀やマナーにこだわる高橋海人さんにとって有村架純さんは理想的な女性。有村架純さんも高橋海人さんのアメー上手な一面にもグッときたそうです。撮影時に連絡先を交換してやり取りを続けていくうちに自然に交際が始まり交際期間は3年とのこと。知人によると架純ちゃんは感謝を伝えたい時にその思いを込めて手紙を書くんです。彼女が選ぶ便箋も可愛らしいのですがその字の綺麗なこと姉ちゃんの恋人の時も共演した皆さんにお渡ししたと聞きました。もしかしたらそれで2人の距離は縮まったのかもしれませんね。高橋さんにとって6歳年上でどこか古風なところのある加純ちゃんは理想的な女性。一方彼女にとっても真面目で仕事に一直線な高橋さんは気を許せる相手でした。彼のアメー上手な一面にもグッときたそうです。撮影時に連絡先を交換してやり取りを続けていくうちに自然に交際が始まりました。当初はお互いのマンションを行き来しおうちデートを重ねていました。高橋海人さんは交際スタート時は21歳ですね。当初はお互いのマンションを行き来しおうちデートを重ねていましたが超多忙な2人、次第に相手の家に通う暇すらなくなってしまい少しでも会う時間を確保するために2022年の冬に高橋海人さんが有村架純さんの住むマンションに引っ越したそうです。高橋海人さんは2022年12月15日に出演したバラエティ番組トークイーンズで好きなタイプはと聞かれ箸の持ち方綺麗、ペットボトル分別する字が綺麗と答えています。有村架純さんは字が綺麗なことで有名。このため高橋海人さんが字が綺麗な人を好きなタイプに挙げたのはこれは有村架純さんのことを言っていたのではと匂わせと言われています。その中で女優の永野芽郁さんはお仕事が大変な時に現場にわざわざ先輩がお手紙と差し入れを持ってきてくださって手紙ってやっぱり心が温まるなって思いましたと語り、その先輩が有村架純さんであると明かしました。優しく気遣いのできる字の綺麗な女優さんなんてとても素敵ですよね。そして2022年ネットニュースにて11月4日都内のライブハウスでキンプリの5周年イベントが開催された。歌やゲームトークなど盛りたくさんのイベントを終えた高橋が寄り道もせず急いで帰宅したのは2022年から住み始めた都内の高級マンションだった。20代前半のアイドルが選ぶには少々渋いヴィンテージマンションだが高橋の選択には理由があった。ここには思いを寄せる女性が住んでいるのだ。その女性こそ
有村であるという報道がされました。お二人は同じマンションに住んでいるそうで、そこに帰る高橋海人さんがスクープされました。交際についてそれぞれの事務所に週刊誌が問い合わせたところ、有村架純さんの事務所はドラマの共演以来仲良くさせていただいていると聞いております。高橋海人さんの事務所はドラマで共演をして以来仲良くさせていただいている先輩だと聞いておりますというコメントを発表しています。仲良くや先輩という表現が曖昧ではありますが、否定はしていないですね。また有村架純さんは2023年12月のレコード大賞の司会を降板しています。有村架純さんは2022年のレコード大賞の司会を務めているため、2023年も司会をすると思われていました。司会は2年連続でするのが当たり前のようになっているようです。しかし今回降板したのは高橋海人さんとの熱愛報道が出ることを知っていたからではと言われています。そして有村架純さんには妊娠説もあります。今回破局といった流れの中に妊娠という言葉が組み込まれたとすると、もしかしたら小さな命が流れていき、また新たな道を選んだ可能性も捨てきれませんね。いかがでしたでしょうか。噂が広がる高橋海人さんと有村架純さんの破局説。お互い忙しく人生の分岐点でもある時期に、やはり結婚発表という形を危惧し、お別れといった形を取った可能性はありますね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。